リスカのサクサクしっとりきなこっていうスナック菓子はうまい、すごくうまい。いや、すごくうまいっていうか、俺三が日それしか食ってないような気がする。そのリスカのサクサクしっとりきなこっていうスナック以外何も食ってないな。で、そう言うとさ、なんかスナック菓子を一袋でしのいだ感じする。いや、そのスナック菓子を15袋ぐらい食った気がするよ。小笠原の父島で売ってたそのリスカのそのスナックって、ことによると俺が全部食ってると思うんだけど、それぐらいうまい。来てください。今日は口しか言いませんよ。先週予告した通り、ね、まあ元日にね、一発やったわけですよ。まあ元日っていうか1月1日の夜中にあれ放送されたんでしょ？ね。あれ12月の28日の夜中に撮って、ほんでしかも僕ね、生放送ってさ、やり直しが効かないじゃないですか。結局もうやっちゃうしかないじゃないですか。変な話、俺ができないホーミーはって今から2時間やったとしてももうしょうがないんだもん。もうそれは撮り直すことはできない、流れちゃってる、即流れちゃってるわけだからできないんですけど、録音ってなっちゃうとこう撮り直しできるわけですよ。やろうと思えばもう一回やり直しってできるじゃないですか。で、正直12月の28日の27日の夜中と28日の夜中、27日の夜中に2回と28日の夜中に2回半ぐらい撮ってる。で、結果そんなに面白くなかったでしょ、ごめんね。で、1日の分っていうのはもう船が出るからっていう理由で終わったんだもんね。これやばい、これ以上喋ってともう船が出ちゃうからもうしょうがないみたいな、しょうがないって言われたものを聞かされる、あんたたちもう本当不憫だと思うよ。しかもそこで伊集院さんが来週は生放送でやりますよ、ね、1月1日の夜中に放送されたその録音放送だから来週は生でやるから、で来週の生は愚痴になると思うよなんて言ってたらさ、それは照れ隠しに言ってると思うじゃん。本当に愚痴が言うことないからね、こっちは。こっちはね、むしろ今日愚痴が言えるから、生で言えるから頑張って生きてきたみたいなとこあるから、ポリ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 そのサクサクしっとりスナック、サクサクしっとりきなこスナック、お正月はこうお正月料理をいろいろ食べるじゃないですか。そうするとおせち料理にはいろいろ意味があるとか言いますよね。すごい煮豆なんてあんな甘えものご飯と合わねえと思うかもしんねえけども、あれは豆に生きろよみたいなことがあったりとか、それからあと伊達政宗みたいな感じの伊達政宗みたいな感じのものをかぶれみたいな理由で伊達巻きねえ、ハムなんか入ってて、なんで急に輪の中に急にハムなのとか思うかもしんないけど、公のあれだろお前今年はの理由でそのハムを食べたりとかするじゃないですかね。で、まあ今年あたりで一番そのお正月料理でメジャーなのがリスカの、サクサクしっとりきなこですよね。要するに正月早々そんなに辛いならリスカもありだぞみたいな、リストカットも辞さねえつもりで生きてけっていう理由でだと思うんですけど、まあ寂しかったね本当に。何から順を追って話していくと大変なことになるけど、一応順は追うよ。まあ、28日の夜に、12月28日の夜にその、1日分に関してその録音させてもらって、で、まあ、何度も撮り直してるうちに結局全部終わったのが朝の6時とか7時とかそんな時間なんです。朝6時とか7時で、で俺が竹芝桟橋から出発するのが10時だったかな、10時集合かなんかなんですよ。でも何の荷物も TBS に当然持ってきてないですから、一回家に帰って荷物を持った上に俺そのフェリーに自転車積んで行って、その父島で自転車乗るっていうのだけが唯一のその計画だから、その家から竹芝まで自転車で来なきゃなんないわけよ。その時間を考えると本当ギリなわけ。
ほんで TBS が家帰って、それでそのいろんなもんこうトランク詰めたりとかして、いろんなもんって、まあ、T シャツとかさ、パンツとさ、であとは船に、とにかく船が竹芝から父島まで26時間25時間かなんかあるって言われてるから、この間の時間を潰すのに、なんか持ってかなきゃってんで、一応パソコンも結構ここはちゃんと計画したのはね、こう26時間あるこの時間を有意義に過ごすには仕事をしてるのが一番いいんじゃねえかと思って、正月明けのいろんな原稿系を書く、それからあと今年はちょっとその今まで書いたこうあのいろんなコラムとかを単行本にするって話をちょっともらって、でそれちょっと俺浮かれてて、その今まで書いたコラムのデータをパソコンの中にいっぱい入れてって、その過失修正みたいのももう缶詰になってやれば逃げ場ないんだから、むしろそれが逆にいいことだから、それを直してやる。もうあとその日まで全然寝てないから、寝てるのとそれ直すのでほぼその船は潰れるだろうって、パソコン入れて、あとは一応玄関にあれあって任天堂 DS があったのと、それからグッドタイミングでファミ通エンターブレインからコラムにやってみて、コラムに書いたらどうですかみたいなんで、ドラクエモンスターズのソフトかなんか届いてて、それかあれですよ、プレステ3を、まああまりに俺がプレステ3やんねえっていうことを公の場所で言ったりとか、あんなもんやらねえとか、しばらく様子見とかを延々と言って、ファミ通のコラムにまで散々書いたせいで、もういい加減にしろってことらしくて、ファミ通がくれたのプレステ3で、どうしようかな、これ持ってこうかなと思ったんだけどこれ持ってっちゃうとちょっと元の子もねえことになっちゃうような気がするんだよね、重いしね、重いから、まあ、プレステ3は置いて、これでなんかもう取るものもとりあえずで、トースト加えてでいて、角でタンプにぶつかってで、目が覚めたら、まあ、集中治療室なんだけど、海の夢を見ていたような気がするみたいな、そういう感じなんだけど、それで、まあ、こっちは拾い食いやめるわ、なるべく拾い食いをします。でそのさ、竹芝に行ったわけで、行って、ほんでそうだ、それでも25、6時間はあるから、すぐ近くの、ミニストップかなんかで雑誌をちょっと買っていこうかななんて思って、でも雑誌もさ合併号だからさ、いかに読んじゃってんだよね、ほんで日頃買わない雑誌しかないわけ、読んでないやつが。でデジモノステーションね、なんかその、デジタルものの新製品の紹介みたいな、デジモノステーション、あとニューズウィーク日本語版ね、それからね、あとはなんかね、パッパッパって掴んだら入ってた、もう読んだことない時計のカタログみたいな本ない、よく毎月こんな時計だぜ、毎月こんなのあんなみたいな、名前忘れちゃった、ロレックスとかそういうやつ、ファンクミューラーとかなんかそのしっとりポコチンみたいな、そのしっとりポコチン社のその時計や新作時計みたいなやつを、そのスイスのね、でそのさ、カタログみたいなので、まあ、バババって取って、それも買って、でキャンセル待ちみたいのも一応かけてるね、キャンセル待ちみたいのいろいろかけて、乗ることになったしたらね、意外にそのキャンセル待ちみたいのがスムーズにいったらしくて、ずっと心配されてたその行きの船が、俺それ相部屋じゃないかっていうのが回避できまして、向こうもね気使ったと思うんですよ、おそらくだけど、要するにその、年末年始の旅行にね、その小笠原に観光客を連れてくにあたってね、相部屋になった俺の相手に当たるお得意さんが、なんでこんなデブ、それも常時ちょっとうんこの匂いするようなデブとタレントとして大マイナスで、そんな、なんで俺常時ちょっとうんこの匂いするね、するしないよね、でそれでそのそんなにうんこ臭くないよね、ちょっとだけだよね、それでその向こうももうそらやだよ、船の船室なんか2人部屋の、想像してみ、2人部屋の片方のその相方がね、2人部屋の1人が水知らずの120キロの、あと何喋られるかわからないデブがいると思ったら嫌じゃん、他のお客も当然で回避したのかわかんないけど、俺結局2人部屋に1人とかだったの、
特等船室、一等船室、二等船室って3段階あるうちの一等船室っていう2人部屋に1人ってこと、まあ、これはラッキーだったんだけど、でさ、乗ったすごいよ。あのね、ベッドが2つあって、でその間にちょっと通路があって、これテレビもあるんで、14型ぐらいのテレビもあって、それで終わり。ちょっとしたあんまり暴れないタイプの囚人の部屋みたいな感じ。うん、改心した後の安倍常二先生がいらっしゃった感じのちょっと落ち着いた後の安倍先生がいた感じの部屋になってて、でその乗ってさ、で窓がない、で窓がないな、どうでもいいかと思ったんだけど、あのね、意外にこの窓がないっていうのはすごいね。窓がない部屋って時間経過がわからないっていうか、こう窓がない部屋で、25時間潰すと今何時なのかわからない、まずね。それと、あの構成の旅が大好き渡辺くんは、そういう1000人も乗るようなでかいフェリーっていうのは、その船室に入っちゃえばまず揺れませんみたいなことを言うわけ。もう普通にあのホテルで寝てたら観光地が向こうから来るようなもんですみたいなことを言うわけで、俺それ結構受け売りで他の人とかにも言ったんだけど、まあこれが揺れんのびっくりするぐらい、あのちっちゃい机みたいな上のところにジュースを置いとくと、さーって右から左に行くぐらいは、それぐらいは揺れんのよ。なんで俺カウンターの向こうのお客様から口説かれてんじゃねえかと思うぐらいの勢いでは、だってありとあらゆる、そのベッドもそうだし、ちょっとあるちっちゃいサイドテーブルみたいのもそうだし、そのサイドテーブルについてちっちゃい椅子がね、ちっちゃい椅子と14型のテレビ全部鎖でがんじがらめにしたんだよ。それぐらいもうその揺れる予定のやつなんだよ。でそれも窓があってくれると、よくさ、バス酔いする子は窓側みたいなこと言うのと一緒、遠く見てなさいとか言うのと一緒でさ、あれ窓があって遠く見てるとそれぐらいの揺れでも多分大丈夫なんだろうけど、一切密室で窓がない中そこまで揺れられるとね、めっちゃ俺のその寝不足もあるんだろうけど、めちゃめちゃ船酔いするわけで、こう乗ってくると入ったところの船の中にさ、売店キオスクぐらいの大きさの船の中に売店があるわけで、そこにスナック菓子とか売ってんだけど、そこのところにパッと乗った時にチラッと見たらね、やったら匂い止めの薬が置いてあるんだよ。でそれはその乗った時に確かに違和感あるぐらい酔い止めの薬が、渡辺説から言えばね、ねだってカプセルホテルにいたらさ、観光地が向こうから来たみたいなもんだって言ってたよね、渡辺くんね。無情がそやったら酔い止めあって、それがさ飛ぶように売れてるわけ、ものすごい勢いで売れてるわけ。下手したらもうちょっとぼったら、あの海運会社黒字、大黒字なんじゃねえかっていうぐらい売れてるし、まあ気持ちが悪いわけよ。パソコンなんて開く感じじゃないわけよ。でとにかく目つぶって、あの25時間なんとか辛抱するしかねえみたいな感じになって、ずっと目つぶってさ、まあ、寝れる時は寝て、でちょっと揺れが収まったら、あの任天堂 DS やってみたいなことをやりながら延々と時間潰していくわけで、そうするとさ、お腹減ってくんじゃんか、お腹減ってくるわけで、またこれすごいのがさ、特等1等2等、特等っていうのはどうやら窓もあるし、ちょっとしたホテルみたいな部屋らしいんだ、あの近寄ってもいないか分かんないけど、で一等っていうのは今言ったみたいに2つ、あの入ると真四角の部屋の両サイドがベッドで、で真ん中に人一人入れるだけの通路があって、その突き当たりにテレビがあるぐらいの、まあいわゆる本当カプセルホテルみたいな、カプセルホテルに毛が生えたようなビジネスホテルみたいな、まあ部屋なんだ。でそれ以外の2棟っていうのは全部なの、もう廊下とか、だから廊下とかに人がいっぱい寝てるんだ。で2棟船室っていう30人部屋ぐらいのはあるんだけど、もうそんなもんじゃないぐらいの乗船率が、帰省ラッシュも兼ねてるじゃん。だからほら、新幹線にいくらいっぱい椅子があっても自由席があっても、通路とかデッキも人がいるのと一緒で、ありとあらゆるところに人が寝てるような状況なわけだから、ゾッとするのは、俺キャンセル待ちに最初の段階から失敗してたら、俺あの廊下に転がってることになるんだみたいな。一応タレントじゃん、タレントってあんま知らない人にまたがれたりしないじゃんか。だからもうまたがざるを得ないぐらい人いっぱいいるわけで、あの一応レストランも中にあんの、ちっちゃいレストランもあんだけど、そのまさに帰省ラッシュの
込み方だから、二等船室の人は逆にレストランで時間潰してるしかないやみたいな、レストランももういっぱいなわけ。ずっとその足の踏み場もないからさ、とりあえずレストランでカレーならカレー1個頼んで、それを3時間かけてくれば3時間は椅子が確保されるわけじゃんか。だからそういうことでもうレストランはいっぱいだし、あとちょっとした喫茶店ゾーンみたいなのも全部いっぱいなわけだから、で売店まで行くのには3人は踏まなきゃいけない絶対。しかも揺れてるから おっとっとってなってって、そのリズムが変な方に転がると足つくたびに全員踏んでことになるから、それはこれ無理だなっていうんで飯を買いに行けない。その最初の20何時間そしたら飯レストランもいっぱいで売店もそれ遠いってなったらどうするんだっつうと、なんか自動販売機ゾーンみたいなのがあって、その自動販売機なんかいろいろつまみとか売ってるって言うんだけど、自動販売機とか言ったらさ、昔で言うさ、俺の今言うと病院とかの売店とかの横にあったやつでさ、中にいっぱい品物が入っててボタンを押すとぐるーって回転してさ、その、そこで止まったとこでお金入れて、その窓を小窓を開けると中にあるものが取れるって言ってる意味わかるかな。あのタイプのパンがいっぱい入ってる自動販売機があってさ、そこに入ってるパンが TBS の自動販売機に入ってるパンと同じパンなんだよ。まあなんかオフっていう感じ一切しないよ。あのオブランなんとかデニッシュあんじゃん、あれが山のように入ってるんだよ。で二十何時間あれしか食うもんねんだよ。いっちゃ回して小倉なんとかデニッシュ君ってさ、また俺正月タレントのお正月休みだぜ、小倉なんとかデニッシュ何個食ったか分かんねえんだあれ。一応2007年、最初の生放送を開始20分でまだ小笠原にはついてませんから、ね、まあそのちょっと順を追ってとか行ったり来たりしますけども、まあ小笠原っていうのは東京都でありながらですね、沖縄以上に南国みたいとこあるわけですよ、リゾート地なわけですよ。それでいて、まあこれもあの旅慣れている高専の渡辺君情報なんですけれども、まあほぼ常夏だとね、ほぼ常夏なんで、もうさんさんと輝く日本とは思えないような太陽と青い海ね、そして半袖一枚でも汗ばむほどの陽気っていうことを言われまして、で、一応トランクの中には半袖のシャツをすごいいっぱい詰めてったんですけれども、まあ20度という大変微妙なそれと満天の星空ね、東京でありながらほら郊外がないから満天の星空が素晴らしいね。で、それからあと日本の中でもかなり早く初日の出の見れるところだなんていうことをですね、まあ、旅慣れてる地理の大好きな高専の渡辺君に聞いたんですけども、行った日全て曇りという1日残らず曇りというですね大変おめでたいもうね、そのね20度っていうのが一番微妙、20度一番気温高かった日で23度ぐらいなんだけど、要は海だからさ、海風は吹くじゃん。だから、なんつったのかな、半袖で常時いるのは寒いんだよね。かといって、長袖、なんか一枚羽織ると、この汗だるまの頃だから大変なことになるって、そういう微妙な温度だったりするんだよね。で、まあ、小笠原一応、着くじゃないですか。着いて、着いても、まず、旅館がいっぱいなのはまあもともと分かってました。旅館とかもいっぱいだから、その、ホテルシップっつって、ホテルに、ホテル代わりに船を使うっていうのは分かったんだけど、向こうに着いたのが、一日回った上に風の関係でちょっとその船が遅れたりとかして、午後の2時だか1時ぐらいに着いて、ね。それで困ったのが、船内の清掃をするから、一回、その、俺の感覚では行った船にずっと乗ってりゃいいんだと思ったんだけど、チェックインは3時間後だっていうわけ。一旦全部荷物を持って出て、チェックインは3時間後だから一回出てくれって言われて、出たはいいけどやることがもう何もないんだ。それでその青い海がうわーって見えるところのベンチにパッと座って、もう来て、もうこのファーストタイミングは一番最初のもう第一印象だ。それでもう小笠原の過ごし方が全部決まるとこだからね、まあ、例えばマリンスポーツをここでいきなり始めてもいいです、3時間あるんだからね、それからいきなり自転車乗ってもいいですよね、何やってもナンパしてもいい、恋に落ちてもいいんだけれども何せ荷物が全部預けてあっから海パンもないわけで、そのチャリもまだ取れないから、とりあえずそこのでドラクエモンスターズを
ずーっとドラクエモンスターズ。延々とドラクエモンスターズやって、それでチェックインできるって言うんで、チェックインして、で、そのあたりで思ったのが、これやばいと。ね、いきなり行って、ドラクエモンスターズ始まりは、これ下手すると、延々とドラクエモンスターズの可能性あると。で、ここは、とりあえず、最初の予定外ではあるんだけれども、まあ、その、小笠原って言うと、一応、こう、ホエールウォッチングと、ダイビングみたいのが、一番メインのその観光で、あとはその父島から母島行ったりとか、その他の小笠原諸島のそのほぼ無人島の島に行くオプショナルツアーみたいのをが結構あるから、あるっていうのはまあ知ってたんだけど、そういうのもどうかなって最初思ったんだけど、さすがにこれやばいと、これ何もやることない可能性あるから、あのかなり迷ったんだけど、そこで柄にもないことをやった上で、その柄にもないことをやった後悔のトークになることも、まあ覚悟の上にね、そこまで伏線張ってりゃ俺も大丈夫だろうと思って、そういうオプショナルツアーをやってるようなそのとこを探して行ったらさ、もうその日はもちろん帰る日まで全てのツアーが全部満員、全部売り切れ。まあドラクエモンスターズトータルで62時間やった。62時間今まですげえモンスター仲間になってるよ。びっくりしました。びっくりするぐらい強いモンスターできてるからね、ばっちゃんね。なんか足が思うように動かなくなっちゃって殺されるってやってくれましたよ。そのワクチン薄っ薄っ、泣き毛の入っちゃうね。殺されるって深夜のバカ力から。もうこれはさ、もうこれやばい、本当に俺の中で普通のね、そのこれがさ、本州で起こってることだったらば、もう帰っちゃえばいいわけじゃん。いえね、だけどもう強制的に6日後まで、ね、船ないから、その帰りの船まで一切こう帰ることを許されてないから、このまま1週間は相当やばいってかなり焦ったんだけど、そうか、でももう一回初心に帰ろうと、自転車乗りゃいいんじゃねえかってね、とりあえず自転車持ってってか、自転車乗りゃいいんじゃねえかっつって、で、その行ってしばらくドラクエモンスターズやって、それでその後いろんなちっちゃい旅行会社っていうか、まあ、あんのよ、そういう旅行会社っていうより、旅行会社ってすごい会社を想像するな、受付みたいとかあるわけ、なんかで、そういうとこ行って全部満員だって言われて、一応チェックインして3時過ぎ4時ぐらいかな、1日目のね、1日目の要するに、29日は丸1日も船乗っちゃってるから、30日の午後ぐらい、午後夕方ぐらいに、よしチャリ乗ろうと、いよいよチャリも出てきたから、船から出てきたチャリ乗ろうっつってさ、でその観光案内所みたいなところにある小笠原マップみたいなのをもらってさ、よしじゃあここ走ってみようかなと思ってさ、でバーって走ってたわけで、いて地図と見比べてみたら、あれ5キロぐらいしか走ってないんだよね、まだ5キロぐらい、でまあややアップダウンはあるんだけど、さーって走って15分ぐらい走ったところで地図をパッて見てみたら、変なことに気づくんだよね。あのね、15分しか走ってないんだけど、島なんてそんな入り組んだ道なんかないから、その島の外周をほぼぐるーって回ったぐらいしか道はないのね。それで今走ってきた、15分走ってきたところで、もうすでにその島全体の 20% ぐらい終わってんだよね。これ持たねえぞっていう。これ、まず第一印象は、このペースで漕いだら1週間絶対潰せる。完全ドラクエモンスター三昧になると思って、これはやばいなと思って、ちょっとスピード落としてみようなんて。少しスピード落としてみんだけど、まあね、で、これもまあ、どんでん返しあんだけど、海沿いをずーっと走ってると、もうその3時4時ぐらいから夕方のまあ6時行く前の段階で、島の4分の1の道路は制覇したね。これなんだよこれと思いながら帰ってきてさ、でしたらさ、突然また眠くなったりしてさ、寝たりとかしてからさ、要はさ、行きのその24時間の変な潰し方、25時間の変な潰し方をしたりとか、その前の日徹夜したりしてるからさ、体内時計とか、ね、眠るタイミングがさ、久々のなんつうの、ニートローテーションになってんの。俺は学校行かないで家で極を潰してた頃のローテーション、変なローテーションになっちゃってて、夕方で昼過ぎぐらいから結構眠くて、夕方眠くなっててパッと起きると夜中の1時ぐらいなローテーションになっちゃっ てさ、夜中の1時に起きてもさ、なんもないんだよ。店もなんもやってないわけ。
ほいで、もうどうしようと思ったら、そうだと思って自動販売機のとこ行くと、あのパンが。あの、ピメと同じパンがあるから、ピメと同じパン食ってさ、ほいで、その、なんか僕ってまた寝てさ、朝昼間起きるじゃんか。で、昼間起きるとスーパーがあったりするからさ、で、スーパーで、夜中に俺そのパンいっぱい食っちゃってるから、そんなに腹減ってないけど、一応スーパーになんか買おうかってスナック菓子があるからさ、そのスナック菓子買うじゃん、その、リスカのサクサクしっとりきな粉を買うわけで、買って、これ結構うまいじゃんなんて食って、じゃあ、あの、なくなる程度だからもう一個ぐらい買っとこうって買っといて、で、また昼間遊んで、夕方眠くちゃ、あ、やばい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 って眠くなっちゃって、ほいで寝ててパッと起きるともう何もやってない時間だわけ。で、そうすると食うもんがさ、そのもうサクサクきな粉しかないわけ。だから、サクサクきな粉食って、また寝て起きて、朝だから、ああ、昨日の夜中サクサクきな粉食っちゃったら、もうそんなにお腹減ってないから朝ごはんいいやと思って、で、スーパー行って、で、じゃあ、そっか、ご飯まで行かないから、ちょっと、お菓子ぐらい買っとこうかな。サクサクきな粉結構困ったなと思ってから、サクサクきな粉ばっか食う羽目なんだよ。あの、飯屋の場合、あんだよ。3、4軒あんのね、ご飯屋さんあんだけど、その3、4軒のご飯屋が、やってる時間のローテーションでお腹が減らないし、眠くなっちゃうっつんで。これでね、2日目、だから31日かな ?30、大晦日の日かな、とりあえず、自転車でこれ始まっちゃったら、行っちゃったら、もうほんの一瞬で全部、その、回っちゃうから、歩こうってことにして。歩くことにして。とりあえず、小笠原の道を、とにかく歩いて歩いて、ハイキングに行ったと思えばいいやと思って、その、ロードマップみたいの見てさ、その、前の日行った道をこうやって歩き始めて、ずっと歩いてって、歩いても相対した距離じゃないの。まあ、さすがにやっぱりその、自転車で行くよりは、疲れるし、時間がかかるけど、相対した距離じゃなくて、ああ、なんか3時間も4時間ぐらい歩いたらもう3分の1ぐらい来ちゃったなと思って、で、さらにその、自転車で行ってない方の方に行ったらさ、そっからが罠なんだよ。道路マップでは同じ色で塗ったんだけど、そっから先は舗装されてないっていうか、こう、何、遊歩道っていうか、山道なわけ、泥の山道で、俺ここはなんだろう、工事中なのかなと思いながら、どっかからまたアスファルト道路始まるのかなと思ったら、また延々と山の中入ってくわけ。それで、よく見てみると、その道の先のところに、なんとか山、なんとか山って書いてあって、カッコで数字が書いてあるんだけど、それが350、350、350、350、標高350メートルぐらいの山を、4個ぐらい越えていく、その道なんだよね。これでさ、この、また山がさ、その、誰もいないわけ。結局その小笠原にいる人の父島にいる人のほとんどは多分ホエールウォッチングかそのクルージングみたいの行ってんだよ。ダイビングに行ってて、山しかも350メートルぐらいのまた割と半端な山じゃん、山としては。そんな山行くぐらいだったら高尾山で十分じゃん。高尾山だって600ぐらいだろ、あれ6、700あるでしょ。高尾山行きゃいいわけだから、山登りしてる人なんか全然いないわけ。たまーに俺みたいな無計画、家族で来たんだけど無計画だったから、ホエールウォッチングは満員なんで仕方なくハイキングしてるみたいな家族が50分、1時間弱に1回ぐらいすれ違うんだけど、それぐらいのもう何でもない山ずーっと歩いてたらさ、急にすっげーうんこしたなって、ものすっごいうんこしたなってきて、何がきついっつってもさ、その歩き始めてもうその山でうんこしたくなった時点では5時間ぐらい経ってんだけど、5時間ぐらいなら1回も人に会ってなければそんなまうんこなんかし放題ですよ。もうどこでしたっていいですよ。変な話ね、変な話、父島母島の横にもうなんか妹島みたいなのできるぐらいできうんこしちゃったって構わないですよ。俺からしてみたら。だけど生地1時間に1家族ぐらい会ったりとかするとさ、なんつうの、自分の己のこととして考えてみてよ。今ラジオ聞いてて、己のこととして考えて、山道を歩いてますでいて、またその山道も分岐とかないの。分岐とかないし、その細い、そんなにそのいきなり崖の横のところの山道みたいなもんだから、森の中に入っていくような道じゃないわけ。延々と一本道なんです。一本道の山道を自分がこれずっと歩いてます。これ心理テストじゃないよ、全然。心理テストの方じゃないからね。うんこがしたいと仮定して、ただ単に想像してみるだけのやつだから。その、歩いてて、家族とどのタイミングでうんこするかですよ。ね。今する。ね。もしくは、次の人とすれ違った即後にする。ね。これが難しいんだよ。で、要は、その、
よ、なんていうのかな、ね、リズム、ちゃんとしたね、リズムが刻まれてくるわけで、人、誰もいない、人、誰もいない、人、誰もいないだったらば、ね、そのリズムに合わせて誰もいないのところでうんこすればいいけど、人、人、誰もいない、人、誰もいない、誰もいない。あ、人みたいになってるから、これ、変なとこでうんこしちゃうとバッタリなんだから。本当にバッタリになって、もう、だってね、それも道の横でうんこすることできないんだ。中央でしかうんこできないんだから。で、しかも俺らデータがないからさ、その、茂みに入っても何にもいないかどうかわかんない。小笠原特有のやついるかもしんないじゃんか。だってさ、びっくりするぜ、そういうこと。硫黄島、硫黄島、硫黄島も一応東京都だよな。アメリカの基地に貸してるだけで、東京都だと思うんですけど、硫黄島。東京都ですけど、あそこの子にいるその代表的な動物サソリだぜ。小笠原諸島って俺の中で、まあ、データがないからさ。だってお前さ、ノグソしてね、サソリに刺されちゃったやつ、刺されちゃった DJ の話題なんてどう考えてもお前オリックスの前川のニュースよりでかいぜ、そんなの。体中サソリ刺されちゃってさ、しかもうんこまみれだろ。それでしかも発見されるのも相当後だぜ、それ。だから道をそれることはできないわけだよ。かなり道に近いところでしかうんこできないわけだよ。それでさ、もうさ、何度か自分の頭の中でシミュレーションしてみるわけ。あの、要するに、一回こうやって止まって、ここでうんこしたと仮定しても、うんこするタイムがだいたい今のお腹の感じだと、5分はかかると。ズボンを下ろして5分はかかると思うんで、今考えてればそこでしちゃえばいいんだけど、一回立ち止まって、よし、今からうんこし始めた、あの、仮定してみるっつって5分測ってみるとさ、意外に3分30秒ぐらい人来たりするわけよ。あぶねえ、俺今うんこしてたら俺、完全、絶対、しかもさ、奥さんと旦那と、ちょっとばっか見たクソガキ犬3人組だったんですから、あのガキにうんこしてうんこしてずっと言われんだと思って、あぶねえなと思いながら、そいつがまた一本道が見えなくなった頃に、よし、ここでうんこしようかなと思うんだけど、これがほら、そのリズムが合っちゃった場合、まずいじゃんか。な、それでもう、あの、ダンスダンスレボリューションでいうところに、パーフェクトね。俺のケツから出た矢印とちょうどステップが合っちゃった場合に、向こうのステップが合っちゃった場合、まずいじゃんか。ほんと、どうしようかなとか、ずーっとやったら、もうすごい切羽詰まってきちゃってさ。あれ、何やまったっけな、あの、今、小笠原で聞いてる人もいるの、すごい雑音らしいんだけど、小笠原で2人ぐらいに言われたから、小笠原の地元の人に、あ、地元の人は今から見れるから、何やまってのは言いてんだな。何やまって忘れたのね。そのね、その、一個目の山の、なんか頂上みたいな、まあ、それ一番展望のいいようなところだけ、ちょっと広めになってるの。なんて言うのかな。メインの道と、その展望台みたいになってる、その、隣の島が、と海が見えるようになってる、それ崖みたいなところが、Y 字に分かれてて、右はちょっと上、左はちょっと下みたいな、あの、2本になってるとこがあって、ここしかねえと思って。で、その崖下の、上の下のルートの方で、あの、俺も考えたわけ。向こうから来るやつも、要するにここが展望台だと思って来るわけだから、少しでも高い方で見るはずだと思う。少しでも上から見たいと思うはずだって、ここまで来たんだから。ってことはわざわざ最後まで来て、1メートルだけ下の道は絶対通んねえんじゃねえか。だから、どっちかというと確率が低いのは1メートル下の方の道だ。いや、待てよ。1メートル下の方が、たかだか、それも横幅の1メートル、縦の1メートル、今の話だね。横幅の1メートルで考えると、待てよ。でも、崖から1メートル遠くはなるわけじゃん、高い方。その道の分だけ。これで形状分かってるんだね。要するに、崖側の方がちょっと低いわけよ。ね。だけど、崖から離れてる方がちょっと高いわけよ。待てよ。ギリギリのところから身を乗り出して見てんじゃねえかな、とも思うわけ。どうだこれと思って、いや、ただこの感じはどうやら下の方があんまり使ってなさそうに見えるし、上の方にちょっとしたこう手すりみたいな人造物があるから、あっちがメインの道だと思って、その下の方の道を行ってさ、でもうそんなの迷うともう時間がないわけ。もう全然ファイナルアンサーはすごいもう迫られてるから、もうしょうがないと思ってズボン下ろしてさ、で下の方でこうやってうんこしてたらさ、向こうの方から歌が聞こえてくるんだよ。ガキの声で、ガキの声で歌聞こえてきてさ、うっそー、なんで急にリズム裏打ってんの裏打ってんのみたいになって、こっち側から完全に来てるのよ、向こうから。
でしかもなんか何の歌か知んねえけど、なんかなんとかが僕はみたいな、横のねはいはいみたいな、え一人じゃねえじゃん、お母さんいんじゃん、絶対これお母さんみたいなところから、おいお前ら待ってくれよ、お父さんもいるわみたいな、完全何人かの声なわけ。ほいでそれずーっと話してるわけ。なんかあのそれも うんこしてる時にうんこしながら、もううんこ途中まで出ちゃってるからさ、もうもう行くも戻るもねえんだよ、もう出ちゃってるから、あいつが出終わるまで待つしか、ノンストップだから、あいつはうんこしながら、とにかく上の道行け、とにかく上の道行けと思ってんだけど、したらさ、どうやら俺の中でキャッチした感じのサラウンドでは上の道を行ってるわけ。上の道をずちょっと上空っぽいところから、なんかこうだんだん声がはっきりしてきて、なんかこう初めて来たけど、いいとこだなとかって、あんなに海が綺麗よみたいな話をしたりとか、あお前疲れてないかなんて、僕は全然疲れてないよなんて話をしながら来るわけで、俺もう息を殺してさ、メタルギアソリッドみたいなうんこの仕方してるわけ。もうこれ見っかったら蜂の巣だと思うから、心が完全蜂の巣になっちゃうと思ってるから、うんこずーっとしながらさ、したらさ、この上のところ とにかく通り過ぎるよ通り過ぎるよと思ってんじゃんか、ずーっとね、うん、そやっぱりもうバックルなんかカチャリとでも言ったらやべえと思って、周りに人工のものなんかそ手すりしかないのに、他でカチャっつったらなんかなんだとかなっちゃうから、もうこうずーっと、うんこもゆっくりうんこ出ながらゆっくりうんこ出ながらずーっと待っててさ、したら通り過ぎていくわけよ。本当に自分がしゃがんでる頭の余裕30センチぐらいの上のとこを通り過ぎてくのよ、その3人が。で、やった通り過ぎたと思って、ここでやったとか、おならとか、絶対ダメだと思いながら、やったと思ったら、向こうの奥さん、多分奥さん、俺顔見てねえから分かんない、奥さんだと思う人が、ここは見晴らしがいいわねって言うわけ。したら、お父さんが、じゃあ写真を撮ろうって言うわけ。ここでーと、これうんこすごい出てんぞと思いながらてかそこ止まったらくせえぞもうと思うぐらいの距離のとこあるんで、でもうさ最終的にさもうどうしたかしょうがないから、で一旦通り過ぎたと思うところで俺もうズボン上げるぐらいの姿勢まで来てるの、もうねズボン上げるぐらいまでして来てて、で戻ってくるのが分かるわけよ。でも戻ってくるけど、なんつったらいいのかな、しゃがんでる状態を立ちかけてるところでもう戻ってきてるから、これもう一回しゃがみ直す感じでも何度もう一連の動作でもう俺向こうが向き返って記念撮影をしようってやってるとこと、モグラ叩きでいうモグラが出るとことほぼ一緒なんだよ。もうどうしようもないわけで、俺の言った言葉、あシャッター押しましょうかなって、なんだよ俺シャッター押すの向こうすごいびっくりして、泣きそうな顔してね家族、漏れちゃう、うんこ漏れちゃう、うんこ漏れちゃうよ、うんこって全部コン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 書いてた、コンコン書いてた、コンコン書いてた、ここはコンコン帰ってこないけど、開けたら用具かよ、うんこすっけど、いや向こうの家族連れもちょっとびっくりした顔してて、俺もさ行ったと思って、でそのズボンを上げる音ぐらいはもう大丈夫ぐらいの距離まで行ったなと思いの、ズボン上げのそのままなんていうの、ほらよくさ博物館とかさ歴史とか生物の教科書みたいなやつにさ、人類がさ、二足歩行になってくやつあんじゃん。あれがかなり現代人になったところで、後ろから、そうだ、母さん、写真を撮ろうって聞こえて、今俺現代人になりかけてるからもう無理なんだよ、もともとのってとこで。で、向こうも相当驚いたろうね。だって、ファインダーの時でも誰も笑われるんだ。普通さ、そんなとこで家族旅行で3人で来ててさ、お父さんが写真撮って、子供とお母さんだけと後ろのいい景色だったらさ、のところにさ、見ず知らずの観光客の人がさ、写真撮りましょうかって言われたらさ、大喜びだろ。もうね、延々と疑心暗鬼って感じ。お前、土から今生成されたのみたいな顔してたもん、なんか。泥人形みたいな、ああいうやつなのお前はみたいな顔されててさ。で、まあ、その後もさ、結局、それがもう心をかなりやっちゃってんじゃん、俺の。それが確かね、今、ちょっとそのネットで地図をもらったんだけど、このね、夜明け山。夜明け山って言ったかな、夜明け山って名前のとこで、
でその後またこう舗装道路みたいなとこ入ってくんだけど、また人と延々と会わないわけで、舗装道路になってくると今度あの島のレンタカーかなんか借りたさ、あの若いお姉ちゃんとかがさ、何人かでさ、あはははみたいなのがドップラ効果で、あはははみたいな感じの、なんか今気持ち悪いのいたぜみたいなこと絶対言ったなみたいな感じになってきて、でしかもちょっと雨降ってきたりとかして、またあの南国の雨だからさ、急に強かったりとか、しとーっと雨降ってきてさ、寒くなっちゃうわさ、またまあ iPod 持ってってんだけどさ、 iPod で聴いてる曲でもさ、なんでこんなもん入ってんだろうと思うようなもん、あの君らのリクエストに従ってあの iPod 入ってるけど、今日の日はさようならとかもうかかっちゃってさ、もうこれ相当さようならだなと思ってるところに、でだんだん人間ね、俺本当の要するにあの自然好きの人には絶対俺ならないと思ったのが、結局そうやって山道とかずっと歩いてんじゃん、そうすると景色もすごい綺麗だし海も綺麗なわけですよ、で人がいなかったりとかもするじゃないですか、そういう時にその景色が綺麗だっていうことを楽しむのよりも、ちょっともう人造物があまりになくなってくることが怖くなっちゃうっていうか、早く人造物が見たいみたいになっちゃうんだよね。人造物をたまに見せてもらわないと、な人がいないのは大丈夫なんだけど、人造のものがないことにちょっとなんか悲しく寂しくなっていっちゃうんだよね。でそういうトーンで歩いてたら、もうこれ仏像みたいのが見えて、仏像銅像みたいのが見えて、あ人造のものだと思って、こうちょっとテンション上がって歩いてったら、そこに立ってたのが、なぜかだよ、そこまで10キロまでいかないか、5キロぐらい、あとその先5キロぐらい、もうほとんど人造のものはアスファルトの道路しかないのに、そこにあったものが、二宮金次郎の銅像で、しかも首がないっていう何これ、何これ、久々見たのにと思いながら、もう完全に心をもっきり折られて、ずーっと歩いてって、ほんでまた船帰ってきて、一息つこうかなと思って一息ついたら、島寿司っていうね、あの島の特有のお寿司のお店を一軒見つけたんで、あそこ行こうと思ったら、また寝ちゃってさ、パーって起きたら夜中の1時だけもう年も明けてるわけ、年も明けてるわ、店もやってないわ、ああそうだ2007年になっちゃったわ、リスカのサクサクしてるきな粉を食べようかな、サクサクサクしたら涙がポロ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 、もう窓のない部屋でリスカのサクサクしっとりきな粉ポロ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 サク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 食ってるとさ、もう涙が止まらないな、もうああなってくるとな、ガオブツオムシ、僕の名前はガオブツオムシ、ビジュアル光る深夜のバカ力、ビッキーのトップエリート、ケンちゃんババババ、頭使えよ頭使えよ、ババババ出て行け俺のやつ、でまあ1日もやること歩くことぐらいしかないからさ、じゃあ31日にその歩いた大体の外周で、そうでも俺なんだかんだ山道20キロぐらい歩いたよ、20そのまあ iPod ついたら万歩計で言うとまあ20何キロ歩いて、それでほぼ島の道の多分9割方ぐらいで、あとはちょっとした分岐ぐらいしかなくて、で1日じゃあ行ってない方行こうかって、あとよくよく考えてみたらそんなに砂浜を見ていないっていう、その南国気分で来たはずなのにと思って、じゃあ次は砂浜みたいとこ行ってみようかなと思って、そのまたちょっと違う方向にずっと歩いてったら、あまた途中で全然こう舗装してない道みたいとか、またこんなとこなんだと思ったら、ここをその歩いていこうかと歩いてったら、一見綺麗な浜があって、でまた疲れ切っちゃってるから、身も心も疲れちゃってるからさ、そういう時に大体その心の中に宗教が入ってくるから、あの俺の説で言うと、あのあ俺すっごい俺の中ですごい居心地がいいっていうか、なんていうのかな、初めて来たんだけど、まああの今は俺照れるけどね、今は正気に戻ってから照れるけど、その時は昨日の疲れも残ってるしヘトヘトだし、その2006年の終わりから7年にかけて俺はほぼリスカのサクサクしっとりきな粉しか食べていないっていう、その心の疲れ方の中で、あとは、TBS の自動販売機で売ってると同じパン、のみでね、その成分しか俺の中に入ってない状況で、ね、かなり心が疲れてるところで見たら、あ俺はこの浜をなんとなく懐かしい気がするね、なんかその
今まで感じたことのないようなその居心地の良さがあると、まあ、そこに座り込んでちょっとしばらくこうやって海を見てて、まあ、そこも誰もいないんだけどさ、あこんなとこがあるんだと思ってさ、ふっとこう横にあった案内板見たらその海岸の名前がさ、豚海岸って名前なのね。それに心を、それにまた心を少しやられるぐらい。なんだろうな、あの不安定な感じ。あの不安定になっちゃったらものすごいな。で、夜帰ってくるには、そうそうさ、選出のテレビがさ、映るのが NHK の BS1 と、小笠原自体は、小笠原自体は多分、最後の人がこうやって歩いてると、違う局も映ってるから、あれ、船の中のテレビの問題だと思うんだけど、俺の選出のその14型のテレビには、NHK の BS1 と NHK の BS2 とあと日テレ系の局が1個しか映らないわけ。おいでもう正月っぽいテレビ番組の一つも見ようかと思って、まず最初ついた BS1 ね。BS1 が、ベトナム戦争の真実みたいなやつで、なんかアメリカでなんかすごいその第二次世界大戦の時に名を挙げたそのアメリカのすごい指揮官みたいなやつの息子が手柄を焦ってベトナムでこうあの自分の中隊みたいのを全滅させると、でそのと中隊の生き残りがさんざそいつを糾弾するねえ、ああいう指揮官のもとでみんな不幸だったみたいな話をやる2時間のスペシャルで、BS2 がね、そういうの見たい人もいるじゃん、お正月から BS1 のやついるから、 BS2 今度回したら BS2 は、エネルギー小国日本っていう、まあ、日本はその資源がすごく少ないんで、あの今後どうしていくっていう、でまあロシアがすごいその資源を持ってることで勢いがついてきて、でその今のプーチンがかなり強硬な策を取ってきてるけどどうするみたいなね、日本が、随分投資したんだけど、その、投資して油田を掘ったんだけど、そろそろ石油出るかなと思ったらロシアが、日本出てけみたいなことを言ってるけど、どうなっちゃうのみたいな。サハリン2っていう、その、ロシアの油田が、パイプラインが、油田やパイプラインが、独占されちゃう、ロシアの独占になって、結局日本には資源が入ってこないんだ。このロシアの応募をどうする?わからねえ。どうしていいか全然俺わからねえよ。ごめん。やっぱこういう時日テレだなと思ったら、日テレは矢部美穂がボージョレー人形がどうのみたいな。ボージョレー棒人形のおかげで矢部美穂が幸せになったってちっともそう感じねえけど、お前。お前見てて1ミリもボージョレー棒人形欲しいと思わねえけど、どうかなみたいなやつをやってるわけ。でさ、もうさ、こっちは他チャンネル時代の子たちじゃん、子じゃん俺。他チャンネル時代の子だし、出てる側だからさ、なんかそういう意味で言うとさ、反省させられるね。3曲しかチョイスがない時に、1曲ボージョレー棒人形やられると、こんな腹立つんだと思って。もう正月らしさゼロだね。で、他にもなんか NHK の BS1、BS2 ってそんなばっかやってんね。アジアの竜、中国と、アジアの巨像、インドの、どっちが今後のアジアにとって、のキーパーソンとなる国なの、なんだと思うんですか?どっちですか?わかんねえ。ごめん、俺。ちょっとそれわかんないわ、みたいな。あと、マレーシアの珍しいコウモリについてね。なんかこう、マレーシアのすごい珍しいコウモリは、なんかこう、すごい、その、細い、こう、竹の裂け目みたいなところに、の中に入って、昼間過ごしてます、みたいな。はい、みたいな。まあ、おっしゃる通りなんでしょうな、みたいなやつで。で、ついに、あれ、帰る日だったっけな、帰る日ぐらい、3日か4日か2日か忘れちゃってるの夜中に、ついに BS2 でバラエティ番組に遭遇したんですよ。それが、日めくりカレンダーって番組で俺が出てんだよ。もうそれがもうやでやでしょうがなくて、またさ、NHKBS らしい番組を作りたいというディレクターの要望のもとに、よそ行きスマイルのもう、殴ってりゃいいんだっていう顔でニコ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 しながらさ、出てんだよ。もう、テレビ最悪だったな。インドの子供たちが、
10人ぐらいで、組合を作って、それで、その、こう、NPO みたいな人たちに助けてもらいながら、その、大人から搾取をされない、チャイのお店を、経営、子供だけで経営するっていうやつ。お正月ってそういうの多いじゃん。どんちゃん騒ぎの、そういうどんちゃん騒ぎの番組が多いんだよね、ものすごいね。あと、それと、ジェームス・ブラウン、が、のコンサートを延々とやってたね。多分あの、今年ジェームズ・ブラウンが来るぞみたいな、そういう、死んだの死んだの、ゲロッパ。あ、ゲロッパ死んだそうなんだねえ、そんなんずーっとやってたなぁ。お正月だっつのになぁ。ほんで、また帰りも26時間でしょ。ねえ、でね。俺結構こう活字中毒で何でもいいから活字を読んでたいわけ。ほんでそので町のスーパーみたいなところの雑誌のコーナーあるわけ。雑誌のコーナー行くんだけど、やっぱそういうもんなんだなと思ったのが、まずね、新聞が1週間に1回しか要するに船で届かないから、新聞って7日分束で売ってるのねだからその、うー、来たら新聞くださいって言うと、束でドサって渡されて、一番上のが今日の、いや、一番上のが今日だ、まあ、昨日のか、25時間、6時間かけてくる、昨日ので、で、それ前に遡るみたいなやつで、あー、一週間前のこんな面白い番組やってたんだなんてね、見ればよかったな、はい、次なんて、それをずっと見ていくんだと思うんだよね、それで、ね、あの、おお、松坂入団すんのかな、なんて、それをこう、次のやつに、したしたなんて、そういう、そういう感じになるらしいのと、だから要は俺が行った時に持ち込んだデジモノステーションよりも新しい情報はないのその小笠原に新しい活字はないわけ、うん、だから むしろ変な話、俺が買いに行くってよりも俺のその時計の本とか売ってやろうかみたいな。それでまだ読んでねえ本なんかねえかなと思ったら、その行きにその行き品のコンビニで、なんまあんま、判断もしないで俺これ読んでないって突っ込んだニューズウィークぐらいしかないわけで、ニューズウィークにはロシアのエネルギー問題が書いてあるの。俺何を正月からロシアのエネルギー問題ばっか見てんだよ。俺すんごい詳しくなってんだよ。